よいしょ。こんにちは、いなこです。今日はじゃあこちら、100円ショップのワッツのオンラインストアでお買い物をしたので、こちらの購入品紹介したいと思います。はい、税込み7700円以上だと送料無料になって、それ以下でも送料700円くらいなので、ね、なかなか行けない時に通販いいなと思いました。はい、はい、こんな感じで割れないように紙が覆いかぶさってますね。あ、そうそう、ワッツって100円ショップなんですけど、100円じゃないものもたまに売っていたりするんですよね。まずじゃん、こちら折りたたみ収納スツールハント、あのチャコールということで、はい、この写真にあるように収納ボックスにもなるスツールです。はい、蓋の部分がこんな感じでクッションみたいになってます。あ、え、めっちゃいいじゃんこれ。あ、そうそう、これちなみに値段1000円でした。はい、1000円にしてはめっちゃちゃんとしてる。結構分厚いし、なんか縫い目とかも全然ほつれたりしてないし、え、いいじゃん下の部分が、はい、こんな感じで折りたたんであるんですが、広げると、はい、こんな感じでボックスになって、ボックスにこの板をね、そこに入れ込むと、はい、こんな感じのボックスになりますっていうやつですね。ここの上の縁はちょっと安っぽ感はありますけど、でもこれ蓋しちゃえば、え、めっちゃいい、え、めっちゃいいですえ、これ買ってよかった。あ、いいじゃんいいじゃん、座り心地も全然問題なし。1,2,3、はい、4つ買いました。はい、次はじゃん、こちら、はい、2つ買ったんですが、タオルハンガーということで、はい、こんな感じ、こんな感じの、まあ、よくあるやつ。これ、ここステンレスなのかな。あ、ここステンレス製らしい。ステンレス製で錆びにくいっていう。で、裏面に両面テープがついているので、両面テープで好きなところにペタって貼ったりとか、4つネジも入っているので、ネジで固定したい方はネジでも固定できますよっていうやつですね。トイレ浴室専用換気扇フィルターということで、フィルターをペタって貼っておいて、古いものを剥がして新しいものを貼るだけで、もう換気扇のね、掃除が楽になりますよっていうやつですね。で、浴室ってこういうの使わない方がいいのかなと思って、今まで前の家とかでも使ってなかったんですが、これ浴室専用ということで、浴室にも使えるんだと思って、ちょっとお風呂の換気扇ちょっと貼りたいなと思って買ってみました。はい、これハンガー買いました。こういうのずっと欲しいなと思っていて、結局まだ買ってなかったんですが、ついに買いました。はい、はい、こんな感じで2本で100円なんですが、上が金具になっていて、でここが滑り止め加工されてて滑りにくいっていうやつですね。合計10本買ってみました。なんか少しベージュがかったグレーみたいな色で、ちょっと素敵な色合い。これ白も売ってました。あとはこれ、大きく広々使えるデスクマットプラスマウスパッド、30cm×70cm、 これは330円の商品です。おー、あ、めっちゃ、え、すごい、思ってたより良い。めっちゃ電気屋さんとかで買ったら1000円以上しそうな感じ。パソコンデスクの机の上に敷いて使うものなんですが、
結構ちゃんと分厚くて、後ろはね滑り止めみたいな、滑り止め加工みたいな感じになってて、表側はちょっと少しクッション性のある傷とかつきにくそうな素材になってます。これはちょっとした収納用品で、これワッツじゃなくてもダイソーでもセリアとかでも売っていたと思うんですが、マグネットスイングケースということで、こう蓋がパカッと開いて、こう後ろにマグネットがついていて、マグネットがつく、まあ、冷蔵庫とか壁とかに貼っておけば子供のピンとか輪ゴムとか使いたい時にねサッと取れますよっていうやつですね。なんてことないんですが、氷を作る容器、はい、離乳食をいっぺんに作っておいて、あの冷凍保存しておくようにこのね容器を使おうかなと思います。ちょっと大きかったかな、ちょっと氷の大きさ大きかったかな。こういう蓋付きのやつだと衛生的でねいいかなと思って蓋付きのやつ買いました。じゃん、こちらはティッシュケースです。ティッシュボックス、はい、ちょっと洗面台とかでね使いたいなと思っていたので、こういうツルツルタイプのものを買いました。まず泡持ちがいいバス用排水口ブラシということで、排水口を洗うためのもの、形が特殊ですごい洗いやすそうでいいですね、はい。抗菌剤入りマスキングテープということで、マスキングテープに抗菌剤が入ったもので、サッシのねなんかカビやすいサッシとかに貼るといいですよというものですね。大きいサイズもあったので買ってみました。はい、まあねその場所によってねちょっと大きさを変えてね使えるっていう感じですね。じゃん、こちらミニマイクロファイバー雑巾ということで、 20cm×15cm、 ちょっと小さめの雑巾5枚入り買ってみました。マイクロファイバー雑巾ってすごい使いやすいなって思うんですが、このミニタイプだとね洗面所とかにちょんって置いておくのにすごいいいサイズかなと思って買ってみました。すごい使いやすそう。これはちょっとキッチン用品なんですが、透明の使い捨て手袋を、使い捨てのポリエチレン手袋を120枚も入ってる、すごい。ハンバーグ作る時とかやっぱこういう手袋があった方が手がねベトベトにならなくていいので、こういうの使うのでまた買いました。はい、あれはじゃあこちらは次女のコップ飲み練習しようと思って買った、ストローの穴がついているタイプの、蓋がついているタイプのプラスチックのコップです。はい、こちら除菌ウェットティッシュ、はい、シンプルなねグレーのパッケージがいいなと思って買ってみました。除菌ウェットティッシュ2パック入りを2つと、あとポケットにちょっと入れておくのにいいサイズの、こちらも、アルコールウェット除菌シートです。はい、ちょっとした文房具も買いました。はい、あとはじゃあこちらおむつ入れ、はい、おむつポーチですね、おむつ携帯ケースということで、おむつも入れてこうね、お尻拭きを入れるような場所もあるってやつ、軽い感じで嫌じゃない、全然こういうポーチって重いとね持ち歩き嫌ですけど、すごい軽くて薄くていい感じ。はい、キティちゃんの巾着ポーチ、はい、これはね娘のね保育園でね使おうと思って買いました。はい、じゃあこんな感じの袋ですね、紙袋、この色合い可愛い、めっちゃ可愛い、これ買ってよかった。
ちょっと人にね、ちょっとしたお茶菓子、ちょっとしたものをあげるときにね、便利ですよね。あとはこれね、あ、かわいい、こんな感じの袋です。これもちょっと人にね、ものをあげたいときにちょうどいいですね。フロストハンディバッグ 4枚入りです。あとはなんてことないんですが、養生テープ、白い養生テープ。ね、0歳の娘が、コンセントをね、いじろうとして危なかったんで、ちょっとコンセントカバーをつけたんですが、そのコンセントカバーを取ろうとして今度、ちょっとそれ危ないなと思って、コンセントカバーの上からちょっと養生テープ貼っておこうと思って買いました。はい。あとはこれ、5歳の娘用の、ヘアゴムです。かわいい、色合いかわいいですね。これ買ってよかった。はい、以上です。はい、ということで今回は100円ショップのワッツのオンラインストアで購入したものを紹介してみました。今回初めてワッツのオンラインストア使ったんですが、すごい良かった100円ショップになかなか行けないっていう時に通販でね、これからも通販利用していきたいなと思います。はい、はい、もしね、何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。